論理的に考え、自分なりの根拠を持って結論を導く、そんな力を私と一緒に身につけませんか？私は多くの生徒さんから落ち着いていて話しやすい雰囲気の先生だと言われます。そのため生徒さんは授業でわからないところをいつでも気軽に質問してくれます。また時には学校であった出来事などについても楽しそうに話してくれます。そして生徒さんとお話しする際、常に意識している点は生徒さんのお話をよく聞くことです。正解した問題でもなぜその結論に至ったのかという思考の過程や根拠を最後まで聞くようにしています。生徒さん自身で考える力を身につけることで、一つの科目の点数アップだけでなく、その他の科目の実力アップに、そして問題を解決する力や意見や考えをうまく伝える力の向上につながります。保護者様には授業内容はもちろん、その日の授業で生徒さんができるようになったことは何か、きちんと復習をして練習する必要があるのは何かお伝えいたします。またそれらを踏まえた宿題の狙いもお伝えいたします。ぜひ一度私と一緒にたくさん考える授業を体験してみませんか？考える力を身につけたい、そんな生徒さんをお待ちしています。